はいどうも、アヌです。今回なんですけども、一人焼肉をしていきたいなと思います。過去に、まあ、何回かやってて、多分3回目か4回目ぐらいだと思うんですけど、今回またこれ食べたいなというお肉を見つけたので、今回もその肉を食べていこうと思います。そして今回のお肉はこちら。じゃーん。ミスジとラム肉のランプステーキでございます。ミスジも美味しいし、ラム肉も最近ちょっとハマってて、癖は強いんですけど、体にパルニチンとか豊富なので、ちょっとラム肉も食べてちょっと脂肪燃焼ということで、今回もこれ撮ってるのが月曜なんですけど、平日の昼間から贅沢に一人焼肉をしていこうと思います。では、イーティングタイムに、いってらっしゃい。では早速食べていこうと思います。いただきます。まずは安定のブランパンではなく新しいやつ、モーニングオルジュ。食べたことない、ブランパンがなくて。どんな感じ？あ、何もない、普通のやつや。うん、ブランパンに近いけどちょっとなんか違う。素材本来の甘み、ブランパンはちょっと甘い。オルジュとはフランス語で大麦やって、マーガリン、ショートニング、上白糖、上白糖、上白糖の代わりに蜂蜜、プルーンにより素材本来の甘みと風味にしております。なるほど、おいしい。 5.3g 1個あたり、食物繊維はブランパンと一緒。うん、確かになんか体にスーッて入ってくる。続いてこちら玉ねぎいただきます。甘匂い量こちら垂らして食べていこうと思います。甘い匂いする、美味しい、いい香り。めっちゃいい色してる。玉ねぎ切るのが僕がめっちゃ不器用すぎて、武器を発動して玉ねぎを皮むいて切るまでに10分かかる。めっちゃ遅い。レンジでチンするまで20分ぐらいかかる。めっちゃ時間かかる。多分玉ねぎで400近くあるからもう十分。今度玉ねぎ食べ放題やっても全然いい。では続いてお肉を焼いていこうと思います。で、これラム肉焼きました。ラム肉と肉、まだちょっと赤みがあるので食べてまた焼いていこうと思います。まずはミスジ、めっちゃ柔らかい。ミスジが 175g でラム肉が 259g とかです。中はちょっと赤み、うん、美味しい。噛めば噛むほど中から肉汁がぷわっと広がって、赤身の旨味がふわっと広がって美味しい。続いてラム肉いただきます。めっちゃフライパンでも匂いの癖がすごかった。表面はしっかり焼けてるけど中身は多分赤いな、赤の肉汁が出てるから。柔らかくて美味しい。ただめっちゃ癖強いな今日の。美味しいけどやっぱりラム肉はやっぱ癖が強いでございます。ランプは肉質がきめ細かくてめっちゃ赤みが濃厚で美味しい。ちょっと癖をなくすためにタレをつけたり焼いたりまたしていこうと思います。ミスジはやっぱり美味しい。もう色がね、もう勝ちや、優勝してるもん色。うますぎる、これめっちゃ優勝してるわ。きめ細かくて柔らかくて、もう肉汁がすごいのそうやけど、油サシがもうめっちゃ上品、もう好きなタイプ、もう美味しい。いただきます。ラム肉めっちゃ匂いがきつい、もう脂身美味しい、体にいいから良薬は口に苦し。焼肉のタレ普段つけへんけどラム肉につけてしまう、珍しく。これ癖のないラム肉ってあるのかな、全然知らんけど。肉の味自体はめっちゃ美味しい。
結構柔らかい。あと脂身がねめっちゃすごい。前のラム肉の方が食べやすかったな。今日の方がなんか匂いが結構くる。玉ねぎ、うん、甘くて苦くて美味しい味変。玉ねぎちょっとだけ残しとこう。色がもう輝いてんもんな。美味しい。もうとろっとしてる。なんか柔らかくて食感もちょっと独特で濃厚で、赤身とサシのバランスがめちゃめちゃいい。霜降りのバランスが良すぎる。美味しいやつはタレなしでいける。脂身がもう上品。めっちゃ口の中でとろける。もう優勝してるわ。好きな時に好きなものを好きなだけ食べれる人生って本当に最高。ラム肉を先に食べちゃいます。ラム肉もランプやからな。贅沢やで。噛み切れない。でも黄身が細かいね。なんやろな、美味しいけど癖が強くてそっちが勝っちゃう。ラスト玉ねぎ最高やな。ラム肉で体脂肪を燃やして玉ねぎで血液をサラサラにする。最高。今回の塩分は多分タレだけ。あと全然塩分ないから。色がもう輝いてもな。美味しい。本当は柔らかくて噛み切れる。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということでお肉を贅沢に昼から食べたんですけど、もう幸せすぎましたね。今回は黒毛和牛とかではなくて国産の牛肉、ステーキ用のミスジとラム肉のランプステーキを食べたんですけど、美味しかった。結構癖が強くてちょっと苦手っちゃ苦手かなって っていうのは正直なんですけど、肉の味自体はめっちゃ質が良くて美味しかった。でミスジがもう最高でしたね。もう独特の食感、柔らかいけどコリッとしてとろーり濃厚で、赤身とサシのバランスがめちゃめちゃ素晴らしい。口の中で肉汁がじゅわーって広がって、もう甘いサシの味もう最高でした。家で一人焼肉としてこうやって動画を YouTube とかで発信したりとか、いろいろ食べれるっていうのは YouTube とかじゃないとこういうことやらないので、めちゃめちゃ幸せです。 YouTube があるからこうやって好きな時に好きなものを好きなだけ食べれるから、こんな牛肉とか普段絶対食べないので、本当に YouTube やっててよかったなって思いつつ、これからも肉のことももっと知りたいなって食べててどんどん思うようになってるんで、パン系以外にも肉ももっと勉強しながら、勉強っていうか食べて体感して、こういう食感でこういう味なんやとか、こういう質なんやとかいうのを体感的に覚えていけたらなと思います。で肉シリーズはもう定期的にやっていこうかなと思っているんで、これからもぜひお楽しみにください。本日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。アングーでした。バイバーイ。